はい、今日は久しぶりにダンマパダですね。ダンマパダというのはもう一回言うと、まあ、原始仏典ですね。そのお釈迦様のまあお釈迦様が実際にお説きになった教えに一番近いと言われる、まあ、原始仏典というのがあるわけですが、まあもう一回ね、基本的なところから言うと、仏教っていうのはそのまあそういう意味では大きく2つに分けられる。つまりお釈迦様が、実際にお説きになった教え、まあそれ自体はもちろんその当時ね、テープレコーダーとかなかったわけだから、そのまま残ってるってことはないわけだけど、ただまあそれにとても近いと言われる教え、これは原始仏典ですね。でそうじゃなくて、その後の後の修行者たちが、まあ、その時代時代に合わせていろいろアレンジを加えていった教えね、これ2つの系統があります。で、日本の仏教っていうのはその後者ね、つまり大乗仏教と言われる、いろんな人たちが、まあ、時代に応じてこうアレンジを加えた教えが中心なんだね。でそれが中国を通じて日本に伝わり、で日本の仏教っていうのはちょっと特徴としては、なんていうかな、祖師仏教的なところなんだね。祖師仏教ってつまり空海とか日蓮とか親鸞とか、ああいうその特徴的な、僧が登場して、まあ、非常にまた中国から伝わったものをさらにオリジナリティを加えた感じで、アレンジしてる感じがあるね。それはそれでいいとか悪いとかいう話じゃなくてね、そのタイプの問題ね。でそういうその、いろいろアレンジが加わった仏教を、まあ我々日本人はすごく馴染み深く、知ってるわけだけども、そうじゃない、できるだけアレンジが加わってない教えね、つまりもともとお釈迦様が説いたものに非常に近いと言われてる、これが原始仏教です。でこの原始仏典の中にも、まあいろんな説があるんだね。これが一番、古いとか、これは新しいとか。でその中でこのダンマパダっていうのは、まず一つ言えるのは、ダンマパダっていうのは最も世界で有名な仏典です。つまり一番こう西洋とかに広まってるんだね、ダンマパダ。中国ではあの北区教と言いますが、最も西洋の方に広まってるのがダンマパダです。でこれは一説によると最も古い経典の一つであるんです。ただ別の説では新しいと思います。だからこの辺は説がいっぱいあって非常に分かりにくいわけだけど、でね、これは経典の中では、まあ見て読んで分かると思うけども、詩を中心にした経典なんだね。詩、経典、仏教の経典には韻文とそれから散文というのがあります。つまりその、韻文というのはその詩ですね、韻を踏んだ詩の詩的な書き方ね。で散文ではそうじゃなくて文章的な書き方で、元々のお釈迦様の教えっていうのは、お釈迦様の時代ってこれはインド全体がそうなんだけど、文章としてこう書くっていう習慣があまりないんだね。その当時から文字はあったんだけど、あるいはもちろん紙もあったんだけど、教えというものは耳で聞くんだっていうその風習っていうか習慣があったのね。だから仏教でもヨーガでも、あるいはその他例えば武術とか音楽とかいろんな文化でも、紙でこう渡すんじゃなくて口で口頭で教えて、それを耳で覚えてっていう習慣があった。でこれはね、一説によると現代でもインド人ってすごい記憶力がすごいらしいんだね。子供の頃からそういう練習を徹底にさせられるらしい、記憶力のね。で掛け算とかもものすごい、ククじゃなくても十何段とか何十段までこう覚えてたりね、もう半端ない記憶力で、そういう勉強させられ方小さい頃してるわけだけど、つまりそういう文化があるんだね。もう徹底的にその耳で覚えるというか。だからもともとのそのお釈迦様の仏教もその教えっていうのは膨大な教えを耳で覚えてたんで、韻文の方が覚えやすいんだね。つまりちょっと韻を踏んだ形の方が残りやすい。だからその韻文系の方が古いと言われてます。説ではね。で、こういったダンマパダみたいなこういう 詩がこう集まった経典の方がまあ古いんじゃないかって。で、その後にそれを補足する形で、まあ散文が加わったんじゃないかっていう説があるんだね。
で、これはまあいろんな説があるから一概には言えないけど、まあ、説としてはね、最も古い部分に属すると言われる経典の一つです。はい。で、今日はその、まず第9章、悪というところからね。で、この第9章、悪という部分は、とてもいい部分です。この部分はね。私ちょっと覚えてるっていうか、私の記憶によると、前回って言ってもかなり前なんだけど、1年、去年か、まあ、相当前ですけども、第7章、第8章やって、で、この第9章がいいんですよって言ってたんだけど、第8章が終わってしまって、で、第9章は次回とか言って、それから1年くらい経ってしまったんだけど、待望の第9章ですね。ここはとてもいい部分です。で、この内容っていうのは、まあ、何回か、こう、勉強会では出てきてる。ただまあ、この経典として学ぶのは多分、初めてかもしれないね。はい、じゃあこの第9章を読んでみましょう。はい、じゃあひろこさん読んでください。はい、ダンマパダ第9章善をなすのを急げ、悪から心を退けよ。善をなすのにノロノロしたら心は悪気を楽しむ。はい、はい、まずこの一文は、まあ、非常に短い文だけどもとてもいい言葉なのね。ここはね、善をなすのを急げ、悪から心を退けよ。善をなすのにノロノロしたら心は悪事を楽しむ。ね、まあ、日本語でも善は急げって言うけども、こっから来てるのかな。そうじゃないかもしれないけど。はい、善をなすのを急げと、ね。はい、じゃあ高橋君、なぜ急がなきゃいけないと思いますか。死はいつ来るかわからないので、うん、今善をしておかないと、うん、なんだろうな、そのなるべく早く善を積んで、徳を積んだりしないと、下を死後に、なんだろう、高い世界に転生しやすくなるとか。うん、そうだね、もちろんそれはあるね。死はいつ来るか分かりませんよと。明日善を積もうかなと思ってたら、今夜死んじゃいましたっていうのは当然あると。それはまあ一つの正解だと思います。しかしここはもうちょっと実は深い意味だ。それは、これもまあ何回か勉強会で言ってますけども、結局ね、我々が、ここで言う善っていうのはもちろん、なんていうかな、善、修行とか真理と言われるもの全般ですよ。つまり、人を幸せにする行為もそうだし、修行自体もそうだし、教えを学ぶこともそうだし、それ全部善です。大まかにね、ちょっと善悪の定義をしましょう。善悪の定義を大まかにすると、それを行うことによって、自分と周りが幸福になる行為。これは善なんです。それを行うことによって自分と周りが不幸になる行為、これが悪なんです。で、これ疑問があるかもしれない。じゃあ自分が幸福になって周りが不幸になる、これは善なのか悪なのか。ね。この答えとしては、そんな行為はないんです。つまり、自分が幸福になり、他人が不幸になるってことはありえない。自分が幸福になり、他人も幸福になる。自分が不幸になり、他人も不幸になる。これしかないんだね。つまり、分かると思うけど、ここでいう幸福っていうのは一時的なものではない。例えば、自分が、他人のものを欲しくてね、他人のものを奪ったと。他人が不幸で、自分は得たから幸福だって考えるかもしれない。でも、奪った自分はそれによって、むさぼりの心が増し、あるいは盗みのカルマが増し、つまりカルマが悪くなるわけだね。つまり、以前よりも不幸になるんです。一時的な表面的な奪ったっていう、その、なんていうか、観念的な喜びあるけども、その人はじゃあ不幸になったのか幸福になったのかっていうと、当然、盗みを犯した人は不幸になるんです。盗まれた人は盗まれたからやっぱ不幸だよね。だからそういう感じで、それはどっちも不幸になります。逆に自分が誰かに何かをしてあげた。みんなが幸福になった。自分は一時的に、例えば、何かをあげたりとか、あるいは自分の安らぎを犠牲にして人の、話を聞いてあげたりしたら、ちょっと疲れたりして、不幸だって思うかもしれないけど、当然それで自分の心は豊かになるわけだから。つまり、これをもって善と言ってるわけだね。つまり、結果的に表面的な一時的なことではなくて、結果的に自分も幸福になり、周りも幸福になるのが恋。これは善だと。だから、そういう意味で言ったら、基準はそれだけなんです。つまり、善悪ってね、観念論じゃないんだね。これも前から何回か言ってるけど、そのような基準があるだけであって、
行為そのものに絶対的な善悪はありません。まあ、こういうこと言うと勘違いしないでほしいわけだけど、例えばまあ一番よく出る例としてね、一番まあこれは分かりやすい例として例えば嘘ってあるよね。嘘ってもちろん普通は良くない。しかし例えば場合によっては嘘ついた方がいい時もあるよね。その一時的にその嘘をつくことによって自分もあるいは周りも、まあ、例えば修行を進んだりとか、あるいはその、まあ、幸福に向かうっていう場合もある。ケースバイケースだね。一般論としてはもちろん嘘はつかない方がいい。で場合によっては嘘をついた方がいい場合もある。こういう形で、なんていうかな、何か一つの物事が、それが絶対的に善か悪かっていうのは、実際は本当は決まっていない。しかし、まあ、大抵の場合これは善だなってなる。大抵の場合これは悪だなってなる。で、それが、まあ一般的に戒律とかとして設けられてるね。でもそれは本当になんていうか、一般論だって、実際今言ったように、それによって、私と周りが幸福になるんだろうか。それによって私と周りが不幸になるんだろうか。これだけが基準になるんだ。はい、でそれが前提ですが、それをもで善を出すのを急げ。これはどういう意味かというと、我々が、皆さんはそう思ってないかもしれないけど、いいですか、善をなすことができるチャンスっていうのは稀なんです。そのチャンスはつまり、まず自分の心が善をなそうかなって思うこと自体が実は稀なんです。なぜかというと、ぶっちゃけてしまうと、我々はカルマが悪いからなんです。つまりこれは、まあ、仏教でもヨーガでもそうだけど、まあ、お釈迦様がね言ってる一番まあ、いつも言うね厳しい話としては、まあ、簡単に言うとね、人間は死んだらほとんど地獄がき動物だよと。つまりちょっとこれは厳しい言い方になるけども、普通の生き方してたら地獄がき動物の落ちるよっておっしゃってるの、お釈迦様はね。もちろんその後の仏教はそれを、まあ、もうちょっとオブラートに包んでね、そういう厳しい言い方しないけど、お釈迦様はそうおっしゃってる。普通の生き方してたらちょっとまずいよと。それ今の普通に、現代でもそうだけど、言われてる、あ、普通ですねって、常識ですねって生き方してたらもう落ちてしまう、我々はね。つまりその一般に、一般とか普通とか通常とか言われてる世界自体がもう悪で満ちてるんだね。もちろんここで悪って何度も言うけど、法律に反するとかそういう意味ではない。戒律に反するとかさ、ね、法律より戒律の方が大事だから法律より戒律の方が大事だと。でそのつまり、本当に我々の魂を引き落とすような行為に満ちてる。で我々はもう習性がそうなっちゃってるから、習性的に我々は悪をなしやすくなっちゃってるんです。しかし我々が非常に素晴らしい縁とかタイミングによって善をなそうかなって思うとき、例えばそれは、まあ、修行しようかなって思ったり、ちょっと教えを学んでみようかな、あれもうちょっと本格的に自分の心を変えてみようかなって思う。でそこでも相対的なところだよね。相対的っていうのは、例えば、まあ、ここにいる皆さんはベーシックな部分ではもちろんある程度ね、修行しようとか正しく生きようとか思ってるでしょ。でもたまにさ、超思うことあるでしょ普段はまあこれくらいで、まあ、まあまあ正しい生き方して正しくヨガ修行してとか思ってるんだけど、たまに俺全力でやりたいなって思う時ある。超盛り上がる時ある。でも30分後くらいに盛り下がってたりするでしょそれがもったいないんです。つまり盛り上がったその時にやっちゃえばいい。それやらなかった原因に盛り下がってしまう。つまりそのやらなかったが原因に、そのせっかくのチャンスが消えてしまう。つまりこのチャンスっていうのは心も盛り上がってるし、で実際環境的にもそれができる環境にある。これは素晴らしいチャンスなんだ。でこれをもし逃したら、我々はもう二度とそのような強い熱意、善に対する熱意が極端に言えばね、これから一生起きないかもしれない。もしくはもっと悪く言えば、その時素晴らしいその熱意によって善をなさなかったがゆえに、それをきっかけにね、どんどん善の世界から離れてしまうかもしれない。だから非常に怖いんだね。だからその自分が善がなすような、善をなすような、まあもうちょっと平たく言えば真理を実践するような、正しい教えを実践したいと思うような、そしてそれを実践できるような気にある時っていうのは全力でやらなきゃいけない。だからこれはいつも言うけども、前にね、
仏教の、 あの4つの正しい努力の話の時にも話したけども、あの中にその、今なせる善をなせと、そして今滅することができる悪を滅しろって教えがあるから、これも同じ教えで、つまりあの今もあの何度も繰り返すけども、できないならしょうがないです。でもできるならやれと。今この時点、この時点でできないことっていっぱいあるよね。できないことっていっぱいある。それはしょうがない。でもここでできるって言ってるのは精神的に、そして物理的にです。精神的および物理的にあのできることがある。それはもう全力でやりなさいと。例えばあの、そうですね。レンゲ座を3時間組むっていうのは今の時点では無理かもしれない。しかしそうですね、無理っていうのはその物理的に無理だし精神的には無理かもしれない。でもある時ちょっとこう調子が良くて気が上がってきてレンゲ座が組めそうだと、しかもチャレンジすればそれくらいいけそうだと、でも今日はやめとくからそんなことなくてできるんだったらその時にバッてやると。まあ、レンゲ座はここではそんなに重要な問題ではないけども、例えば自分の心を変えるとかね、例えば自分は昨日までこういう悪い心だった、今日はちょっともうちょっといい心に変えられるような気がする、でもちょっとあまり やらないとかね、そうじゃなくて今できることは全力でやらなきゃいけない。そのチャンスっていうのはいつまた巡ってくるか分かんないわけだから。例えばですよ、あのすごく嫌いな人がいて、ああ、あの人嫌いだけど愛せなきゃいけないなって思ってたとするよ。でも愛せないな、やっぱ嫌いだな、愛せないな、どうしよう。ある日いきなりちょっと心が広くなって、なんか愛せそうな気がしてきたんですよ。今日は愛せそうだ、でまあ今日はいいかとやってたらもう二度とその人は愛せそうな気はしないかもしれない。だからもう今できることは全て全力で 100% やるんだね。まさにこれカルマヨガの教えでもあるけども、それがこの意味でもある。善をなすのを急げて、悪から心を退けと。それ今できる 100% のあの、つまりもう一回言うけども、 120% とか 200% は望んでいない。それは不可能だから、ね、できないことはもちろんしょうがない。しかしできることは 100% やると、ね、あのこれはもう厳しく言うとね、我々はそうですね、もうパーセンテージにしたらもう 1% とか 2% ぐらいしかやってないんだよ、ね、実は。つまりそれは1日24時間あるわけです。24時間っていうのはつまりあの秒にしたら60秒 ×60×24、 ちょっと暗算できないけどそれくらいの、つまりそれくらいのなんていうかな、あの瞬間の積み重ねがある。でその瞬間のどれだけを我々は正しい教えに心を向けてますか、あるいは正しく生きようとしてますか、あるいは逆に変なこと考えてる時間どれだけありますか。いや、かなりの時間変なこと考えてますと。でそれは修正で変なこと考えちゃう、それはまあしょうがない。あの修正で変なこと言っちゃう、変なことやっちゃう、それはしょうがない。でもそのような修正でやってしまう部分ではなくて、頑張れば変えられる部分、維持すればもうちょっといいこと考えられてる時、もうちょっと人のことを考えられてる時とかあるはずなんだよね。それを我々はかなりほっといて、まあそれはだからいつも言うように熱意の差になってしまうわけだけど、それをそのようにその自分をもっともっとこう変えていこうとか、もっともっとこう正しく生きようとか、あるいは信用を進めようっていうその熱意があれば当然その時間は伸びるわけだけど、我々はその非常にもったいない、それができるのにやらないっていうところがすごく多いんだね。あの私子供の頃あのよく三者面談とかで言われたのが、あの先生がなんかこの子はできるのにやらないと、それは最も悪いとうちの親の先生が言ってて私がなんかそのこう勉強、まあ小さい頃の小学校の頃の私結構頭が良かった、結構勉強とかスラスラできたんだけど、あのまあいろいろやらなかった、遊んでばっかりいたりして、でそれをなんか先生が親に告げ口じゃないけどできるのにやらない、もう何とかしてくださいって、それ一番悪いことだとか言ってたけども、まあ勉強はどうでもいいんだけど修行の世界によってやっぱりできるのにやらないって非常にもったいない、うん、つまりできるっていうこと自体、あのそんな条件にあること自体がとても素晴らしいんだと、あるいは悪を滅そうという気持ち、あるいは
滅されるその環境にあること、これ自体が素晴らしい。つまり何度も言うけども、善をなすのにノロノロしたら心は悪意を楽しむって書いてあるように、もともと我々は悪の流れにいるんですね。もともと善の流れにいるんだったらいいんだよ。適当にしてたらどんどん善が積まれていくってなるよ。じゃなくて適当に生きてたらどんどん悪に悪の、つまりね、これは何回か言ったけど、我々の人生っていうのは下りのエスカレーターに乗ってるようなもんです。だからよく最近の精神世界で言うように、あまり頑張らなくていいんですよ、そのままでいいんですよ、ありのままでとか言ってたら落ちます私最近の精神世界ってあまりっていうか、かなり好きじゃないんだけどね。もう何かの陰謀を働いてるとしか思えないありのままとかね、そのままでいいとか頑張らなくていいとか、あとその私あまり好きじゃないのはもう一つ、グラウンディングってこと。グラウンディングってよく言うよね。あれも実はそんな好きじゃない。あれはまあ地に足をつけるって意味で言ってるんだろうけど、まあ多くの人が何て言うかな、例えばエネルギーをもっと下げるとか、つまり下にこう意識を持っていくような方向で言ってる。あれは非常に良くないね。つまり今の精神世界っていうのは意識を下に下げ、努力を放棄しもちろんそうじゃない人もいるだろうけど、表面的にその精神世界に足を踏み入れたらそうなってしまう。そうじゃなくて全力で頑張らなきゃいけない、全力で努力しなきゃいけない、あるいは全力で何て言うかな、自分を変えなきゃいけないんだね。このままじゃダメなんです。あるいはエネルギーはもちろんガーンと上に上げなきゃいけない。で今言ったように下りのエスカレーター乗ってるようなもんだから、つまり下りのエスカレーターですよ。みんな経験ある。わしこういう経験ある。エスカレーター下ってて忘れ物して登っていく経験あるよね私何回かあるんだけど、結構大変だよねあれ相当頑張らないとこう登れないっていうか、でもそういうもんなんです。つまり結構頑張って現状維持なんです。それは先生最近一生懸命信用してます、あるいは一生懸命真剣に正しく生きようとしてるんです、どうでしょうかと。あ、それ普通ですとまあ現状維持と、ね、もう一歩足を踏み入れてね、もう一歩頑張ってやっとちょっと上がるぐらい。でもこれはまあ現実なんだね。ということは何もやんなかったらただ落ちていくだけだと、あるいは努力が足りなかったら、まあ落ちるスピードがちょっと緩くなるだけだね。だからそれだけシビアなんだね本当はね。で戻るけども、そのような流れにいるわけだから、そこからそのジャンプアップのチャンスっていうのはたまにやってくる。つまり我々のカルマによってね、我々は過去とか過去世においていっぱい修行してた時ってあるわけだから、その時の縁が巡り巡ってやっぱり心の中になんかそういうのが湧いてきて、やっぱりもうちょっと真剣に生きてみようかな、もうちょっと真剣に修行してみようかな、正しく生きてみようかなって思うやる時が来る。それはもうチャンスなんです。それ絶対逃しちゃいけない。これがまあもうちょっと深いみたいなね、善をなすの急げ悪から心を退けようという部分ですね。はい、じゃあ次も行ってみましょう。はい、じゃあ南さん次読んでください。人がもしも悪いことをしたならば、それを繰り返すな、悪事を心がけるな、悪が積み重ねるのは悲しみである人がもしも悪いことをし良いことをしたならば、それを繰り返せ、良いことを心がけよ、良いことが積み重なるのは楽しみである。はい、これもね、何回か別のところで話してるけども、我々がね、善をなすこと、これはもちろん良いことだよね。あるいは悪をなしました、これは悪いことだよね。まあこれは当たり前なんだけど、でもその、単発で善をなした、単発で悪をなした、これはね、つまり単発で悪をなした、これはある意味しょうがないことであるんだね。ちょっとこう言ってしまうと肯定するわけじゃないんだけど、しょうがないじゃないですか。例えばさ、ついカッときて悪っバーって相手を傷つけるを言っちゃった、これはつまり言おうとして言ってるわけじゃないでしょ。つまり自分の中に眠ってるその怒りとかのカルマによってついバーって言ってしまった、これしょうがないじゃないですか。ある意味変な言い方すればね全部同じで、突発的にいいカルマが出てきていいことを行いました、これはもちろんいいことだね。しかしそれが単発で終わってしまったら、実はあんまり価値はない。どういうことかというと、
その次が問題なの。一発目 OK ですよと。さあそこから二発目三発目と行くんですか行かないですか。でまず悪から話をすると、今言ったように一発目悪をなしちゃった、これはしょうがない。で修正によって一発なすことによって、そこから雪だるま式に二発三発とこう行きがちになるの。それいかに止めるかなんです。一発なしたらしょうがない。しかし、え、あなたどうしたんですか。いや実は先生1ヶ月前にこんなひどいこと言っちゃいましたと。それからどうしたんですか。それから毎日言ってますなんでそこで止めないんだと。いやもう俺は、つまりね、プライドが高い人って結構そうなりがちなんだね。結構正しく生きてたんだけど、一回悪口言っちゃって、俺はダメだどうせ俺は悪口言う男なんだと思っちゃってもう雪だるま式に日々悪口言ってしまう。そうすると当然修正ができるから、これみんなわかるよね。昨日まで悪口言ってなかったんだけど、一回悪口言っちゃうと2回目言いやすくなるんです。で2回言っちゃうと、もちろん3回目言いやすくなります。でいつの間にか一日中悪口言ってるような人になっちゃう。これみんな経験あるでしょ。例えば何かを守ってたりしてね、こういうふうにしようと思ってたんだけど、一回それが崩れるともう雪だるま式にそうなってしまう。それはでも何度も言うけども、1回目はしょうがないとして2回目以降の努力不足なんです。2回目以降は全力で止めなさいと。これがこの1行目ね。悪いことしたならばそれを繰り返すんです。つまり悪いことをしたならばっていうのは、したことはもうしょうがないんです。やっちゃった、それはしょうがない。もちろんやんないのが一番いいんだけどね1回も。でも絶対やっちゃいます我々は、過去の修正によって。そしてそれを止めることが大事なんだ。で2行目も同じ。良いことをしました、これは OK。 しかしこれもね、何回か言ったけど、その、よくこういう人がいる。例えば、いや先生私はこういう良いことをしましたと。ああそれは良かったねと。で1ヶ月後にまだ言ってる1ヶ月前先生こんなことしたんです、あそれ良かったねって1年ぐらい経ってまだ言ってるあの人間でそういう習性がある。つまりその、なんていうかな、過去の善に取られてしまうというか、もちろんそれはいいことはいいことなんだけど瞬間瞬間このカルマっていうのに移り変わってるんだね。それはさっきの話であって、次にどうするか。でこれも逆の言い方するとチャンスなんです。さっきの悪と逆で、1回善をしたってことは2回目の善がやりやすくなってるんです、前より。でもそれをやらないのは非常にもったいない。で頑張って2回もやらなきゃいけない。そしてそれをステップにまた3回もやらなきゃいけない。それによって前に、例えば いきなり これくらいの善を積むことはできないんだけど、1回目これをやったことによってちょっとずつステップアップしていって、で最終的にここまで到達するかもしれない、ね、例えばまあ私はよく夏とかこう蚊がねこう手に来たりすると、そのまま吸わせてやったりする。で例えばこの話を聞いて、いきなりそのヨーガとか仏教の修行を始めた人がいきなりそれをするのは難しいかもしれない。まあ実際そのヨーガとかやってる人でも普通に蚊は殺す人が多いみたいだから一般的にね、いきなり例えばいやそれは吸わせてあげなさいって言って、それはできないかもしれない、いきなりはね。でも例えばですよ、昨日までガンガン虫を殺してた人が、あそういえば先生殺さない方がいいって言ってたなと思って、まあ自分にたかった虫ではなくて、虫をパーって見つけても殺してた人が、見つけたくらいで殺せなくなったんですよ。まあ自分に害を及ぼさないなら逃がしてやろうって感じで、そこまでできたと。そしたらその人は2回目もできるかもしれない。つまり1回目はちょっと勇気がいったんです、昨日まで殺してるからね今日殺さないっていうのはちょっと新しい出来事だからねちょっと勇気が出るんだけど、あでも殺さないでみようかな、あ殺さなかったと。でそこで満足するんじゃなくて、次の日も殺さないと、また次の日も殺さないと。それをやってるうちに、あの南さんとかそうだったよね、ゴキブリが最初怖くて殺さないようにしてたら愛おしくなったんだっけ。そう、愛おしくなってないか大丈夫になってきた、だんだん大丈夫になってくるね。でその果てにまああまり怖くなくなってきて、で最終的に例えば蚊が来てもあまり蚊を嫌悪しないまあでも最初の段階では逃がしてあげる、あ蚊が来たと、バシッとやらないで
まあでも殺さないでちょっと逃がしてあげる。で最終的には吸わせてあげるまでいくかもしれない。いきなり吸わせるって言ったら難しいんだけど、昨日まで殺してた人ね。最初殺さないから始めて、だん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 ステップアップしていくことで、まああるいは日々のいろんな愛の瞑想とかね、いろんなことを続けることによって最終的にそこまでいけるかもしれない。しかし1回目でその人が、はい、今日私虫逃がしてましたよ、どうですか、すごいでしょう、次の日から殺してたらいけないよね、もちろんね。それは過去の善としてそこで終わってしまう。だから善を成したらそこで満足せずに繰り返すと、それが大事なんだね。もう一回言いますよ。一回善をなすこと、一回悪をなすこと、これは実際は大したことじゃないんです。その後が問題です。悪をなしましたね、はい、繰り返しましたか、それともそこでストップさせましたか、それが重要なんです。善をなしましたね、繰り返しましたか、あれそこで終わっちゃいましたか、それが重要なんです。なんでかというと、もう一回言うけども、突発的に善をなすこと、あるいは突発的に悪をなすことはよくあることだからです。それはカルマによってよくあるんです。誰だってそうでしょ。修行してなくても突発的にもちろんいいことをやる、ね、あるいは悪いことをやる。でもそれを土台に、よりその善を増大させようとか、あるいは悪を徹底に叩き潰そうとかいう発想には普通はならない。だからそれをまあ言ってるわけだね。だからこれも皆さん心を留めといたり、善をなしたら、これはだからとても重要な教えです。その仏教とかの教えの中でもね、善をなしたら徹底的に繰り返すと、悪をなしたらもちろんそこで反省するのはいいけども、卑屈になったりしないで、スパッとそこで断ち切る。私もよく相談、こうめめしい相談をこう受けるわけだけど、先生昨日こういう悪をなしてしまいました、あどうしましょう、あこうしましょうとか始まるわけで、それは昨日だろうと、ね、もちろんそれ反省し懺悔するのはいいことだけど、何今まで引きずってんのと、その次の瞬間から心を入れ替えればいいのに、つまり、そこで心を暗くし否定的になってるっていうこと自体がもう悪を繰り返してるんです。まあ、否定的な心、あるいは暗い心、これも悪だから、つまり悪が悪を呼んでるわけだね。だからって反省してないじゃダメだよ。なんか悪いことやっちゃいましたって言って次の日はやっちゃうと、これはダメですよ。反省は反省とする。しかし心はスパッと切り替える、常に明るく非常にこうなんていうかな、開いた心っていうかな、解放した心にパッとすぐに戻す。で実際にまあ、こう変えてしまうというかな。よく昔チコさんが、チコさん、私がね、よくチコさんにこう悪いとこ指摘して、こういうふうにこれから直さないとダメで、ダメだよってこう厳しく言ったりした時にね、チコさんがよく昔、でも明日からいきなりそう変わっちゃったらみんな変に思うじゃないですかってくだらない失敗してたんだけど、いきなりそういう風だったらみんな変に思って恥ずかしいとか言ってたけどそれは全然そのなんていうか愚かな発想だってパッて変わっていくんです。あれあれって感じでいいんです。あれどうしちゃったのトリス君みたいな感じでどうしちゃったの高橋君、全然違うじゃないかと。それは全然恥ずかしいことじゃない、ね、人間ってさ面白いもんで、現状維持しようとするんだよ、なぜかね。いいことも悪いこともそうだけど、昨日の自分を今日も保ちたいっていうのがあるんだけどじゃなくて、みんながもうあれって思うくらい変わっちゃっていいんです。それくらいの意気込みっていうかな、それがあって、まあないといけないんだね。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあトレシ君次は、はい、まだ悪の悔いが熟しない間は悪人でも幸運に遭うことがある。しかし悪の報いが熟した時には悪人は災いにある。善の報いが熟しない間は善人でも災いに遭うことがある。しかし善の果報が熟した時には善人は幸福に遭う。はい、まあこれは分かりますね。基本的なカルマの法則ですね。善を成した者は幸福になりますよと、悪を成した者は不幸になりますよと。でもこの法則があるわけだけど、そのこの法則っていうのはなんていうかな、すぐ来るわけではない。つまりその、今日善を成したら1時間後に幸せになるということではない。つまり時間かかるんだね。これは何度も言ってるけど、カルマの法則ってね、いろんな説明ができるわけだけど、
虹のヨガとかにも書いてあるけど、一つの説明としては作用反作用の法則ね。つまりもう非常に単純に言うと、この宇宙というのはプレーンであると、まあそれはゼロであると本来は、ね、そこに何らかのアクション、つまり力を加えるということは、それが元に戻ろうとする力が働くわけだ。まあ物理学的なことはあまり得意じゃない人もいるだろうから、もうちょっと分かりやすく言うと、ゴムボールがあってパンパンに空気入ってるとしたら、ゴムボールを押しましたと、そしたら当然その押された部分は元に戻るわけです。じゃあどう戻るんですか。一つはいいですか、押された方向と逆方向に戻るよね、当たり前だけど。でもう一つは押された距離っていうかな、押されたその長さと同じだけ戻るよね、当たり前の話だけど。つまりプレーになろうとしてるわけだから、プレーになろうとするわけだから、ある刺激が与えられたらその刺激の真逆のものが同じだけ戻る。これは簡単に言うとカルマの法則。つまり我々が誰かを例えば殴ったとしたら、我々自身にそれが同じだけ戻ってくる。簡単に言うとね、私が誰かを傷つけたら同じだけ自分が傷つけられる。これでチャラになるんです。これは簡単に言うとカルマの法則ですよと。つまり善というのは人を幸せにする行為をした場合、自分も将来幸せになりますよと。人を不幸にしたら自分も不幸になりますよと。しかしこの法則性っていうのは、つまりパンパンって書いてるわけじゃない。例えば今日お布施をしたら1時間後にピカーってこうお金が出てくるとかね、わけではない。じゃあこれは別のその、方向性 の説明で言うとね、我々がこの世で何らかのアクションした場合、それは、我々のイメージの世界にまず蓄えられるんです。これは瞑想するとよくわかるわけだけど、我々が過去に成したさまざまなことっていうのは、心の中のまずイメージの世界にイメージとして残ります。でそれが時間が経つと、イメージのよりももっと奥にある心の根本的なところにその情報みたいなものが蓄えられる。ここで一つちょっと難しいかもしれないけど重要なポイントがあるんです。よってですよ、悪語がいっぱいある人は心が暗いです。つまり悪語があるっていうことは、将来苦しむっていうのが一つあるよね。それだけじゃなくて、将来苦しむための情報がいっぱい心に入ってるから苦しいんです、心が。あるいはそういうネガティブなデータがいっぱいあるんだよね、イメージとかね。だから悪語がある人っていうのは、将来悪語によって苦しむだけではなくて、もう今の時点で心が悪いイメージとか情報でいっぱいだから暗く苦しいんだね。で善語は逆だね。善を成した人は将来幸福になる。今はまだ幸福来てませんと。でも心の中にその幸福のイメージがいっぱいあるから、まず非常に肯定的です。肯定的で明るく、そしてまあなんかこう何も起きてないんだけど幸せな感じが。で普通の場合、特に皆さんみたいなに現代で修行している場合は、もちろんどっちもあるよね。悪語も結構ある、善語も結構ある。だからその普段はそれが混ざった感じで、そのちょっとこう善語の方にシフトした時はなんか気持ちいいと、幸せだと。悪語の方にちょっとシフトした時はちょっとなんか暗くなったり否定的になったりする。それがまあ皆さんだと思うね。まあそれはいいとして、そういう感じでその深くこう情報がインプットされ、でそれがちょっと物理的に言うとね、ぐーっとインプットされ、心の最も奥に来た時に今度は跳ね返ります。それアウトプットが始まるんです。アウトプットが来て、で奥、心の奥にあったものが今度は表面的にイメージとして現れてきて、例えば最近なんかちょっと殺伐とした感じがしてきたと、前はそうじゃなかったと。これは昔の人を殴ったり悪口言った時のイメージが蘇ってきています。でその後にそれが現象化する。現象化することによって、その人はいろんな昔ね人をいじめたことによって、今度は自分がいじめられたりとか、そういうことが起きますよと。つまりこれが時間がかかるんです。でこれはどれだけ時間がかかるんですか。それは普通は相当かかります。相当っていうのは一生じゃ終わらないかもしれない。つまり根性やったいいことや悪いことが根性で返ってこないのが普通です。来世とかで返ってくる。しかし修行してるとちょっと違ってきます。
修行してると、これは皆さんも経験あるかもしれない、本格的にヨガとかの仏教とかの修行を始めると、人生の流れが非常に速くなる。まるで以前まで1年ぐらいで起きてたことが凝縮されて1ヶ月ぐらいで起きる。つまり動きが速くなる。これをヨガではサットバになると言っています。つまりサットバって光のエネルギーなわけだけど、光のエネルギーが強まることによって、それまでゆっくり動いてたカルマの動きが速くなるんだね。つまりストックされなくなってどん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 出てくる。もう一つ皆さんがそのこのカルマの流れを速くするには、執着をなくすことです。つまりいろんなことにとらわれない、とらわれないでいると、はい次、はい次ってこう来るんだね。で、我々はすぐにとらわれる。とらわれることによって動きが停滞するんです。とらわれるっていうのは、いいことも悪いこともどっちもです。例えば、いいことが起きました。あ、いいな。でもとらわれない。これならいいんだけど、いいことが起きた。ずっとそれに捕まってる。俺は こんないいことも起きた。あ、これは手放したくない。あーってやってると、カルマの動きが停滞します。で、なかなかこう進まなくなる。悪いこともそうだね。悪いことが起きました。そこでスパッと心を入れ替えればいいんだけど、あ、俺はもうダメなんだ。俺はこんな悪いことがあった。例えばさ、もう1回なんか嫌なことがあると3日ぐらい落ち込むと。はっきり言うとこれは3日の無駄なんです。その瞬間パッとこう心を立て直せば、はいじゃあこれ終わりね、はい次の回もってなるんだけど、つまりね、イメージで言うとベルトコンまでずっと来てるんです。それを止めてるのは自分なんですよ。ちょっと今の悪いことで言うとね、苦しいことがありましたね、苦しいことがありました、ああ本当に苦しかったと、あ、本当に苦しかったです。私はいつ幸せになれるんでしょうか。いや、君が止めてるんだとね。実は次の幸せのカルマがここまで来てるかもしれない。でも、さっき起きた苦しみにずっと捕らえられてるから来ないんだね、こいつが。お前が止めてるんだと。早く手放せと。手放せってもうこだわらない。いいじゃないかと。昨日誰々さんに悪口言われちゃったと。嫌味言われたと。いいじゃないかと。でそこで、ああ、あいつ、こんなこと言われた、言われたって言ってるから、次の幸せが来ないんだ。そこで手放して、いいじゃないかと。それはもう終わったことだと。と、心明るく持てば、次の幸せが来るかもしれない。まあもちろん次の苦しみが来るかもしれないよ。でもそれはそれで消化されるからいいわけで。だから、囚われないってとても大事だね。あと、いつも言ってるようにもう一つは懺悔ですね。つまり、過去に自分が犯した悪いこととかしっかりと告白し、まあ神とかブッダにこう懺悔するイメージを繰り返すと、これも有効です。これはなぜかわかるよね。つまり我々は実は潜在意識では過去に犯した膨大な悪業を後悔してるんです。後悔してるがゆえに蓋をしてるんです。例えば小さい頃友達にひどいこと言って泣かしちゃったね。でもその場面では言い訳をするわけです。いや別にあの子が悪いんだからね。私も前も言ったけど、私今でも心にとても残ってる出来事として、小学校の頃私バカみたいにバーって騒ぐ子だったから、習字の時間にね、なんか隣に座ってた女の子が、なんか私には全く理解できない価値観なんだけど、レースの可愛い靴下を履いてきて、でみんなが女の子たちが周りに群がってね、それ可愛いわね、わーって言ってたのね。でその頃私が習字でわーって遊んでたら、炭が飛んでその靴下にパーってかかっちゃったね。でも私はそんなのどうでもいいというか、あーかかっちゃったって言ってたら、女の子が泣き出しちゃったのね。わーって。で私としては何泣いてんのこいつバカだねみたいな感じだったんだけど、でもねその時私は私の価値観でね、バカじゃねえとこいつと、何そんなことだ、こうじゃねえじゃねえかって思ったんだけど、でも深い心では実は悪いと思ってるんです。あーなんかよく私には分かんないけども、とても辛かったんだろうなと、俺はすごい悪いことしてしまったと。しかしそこで悪いって認めたくないから、そんなことぐらいで泣いてもどうするんだみたいな感じで表面ではそういう気持ちで自分をこうなんていう整える。こういうことがいっぱいあるんです、小さい頃から。つまり抑えてきたその悪事がいっぱいあるんだ。だからこの悪事がストップしてるんです。ストップしてるっていうのはなくなったわけじゃない、ただ心の奥でちょっとストックされてるだけなんだ。これを解放してあげなきゃいけない。
会話をするにはそれを認めてあげなきゃ。はい、今認めますと。あれ、本当悪かったです。炭をかけて私はおそらく相当心がね、特にその大人になってるからまだ子供の頃と違っていろいろこう想像できることも増えてるじゃないですか。あの頃は分かんなかったけど多分あの女の子は相当辛かったんだろうなと、相当こう絶望感があったかもしれないとかね、それをちゃんとこう想像して懺悔をする。本当申し訳ありませんでしたと。それをすることによってその凝結されていた悪事がバーッと解放されます。それによって彼も動き出すんです。で、それが早く帰ってくるんです。で、早く帰ってくるってことはもちろん一時的にバーッて苦しくなるけども、すぐに掃除されるってことだね。これは素晴らしいことだね。はい、ちょっとだから長くなっちゃったけど、修行してるかどうかで、そのあるいはそのどういう生き方をしてるかどうかで、そのカルマの帰りの速さって変わってくる。しかしそれは遅いか早いかだけであって、必ずつまり因が必ず果になるわけだから、いいことやってそれが幸福として返ってこないってことはありえないんだと。悪いことやったけど将来苦しまないってことはありえないんだよってことね。ただしスーパーテクニックがあります。例えばですよ、私過去にいっぱい悪いことやっちゃいました、これ絶対返ってくるんですよねと、どうしたらいいんでしょう、苦しみたくないと。そうですね、2つスーパーテクニックがあります。1つは超膨大な善を積めばいい。つまりどういうことかっていうと、いいですか、悪というものを墨汁、まあさっきのやつ関係ないけど、また関係ない話考えてください。墨汁は、これ例え話ですよ、今はね。さっきは現実だけど、今は例え話です。悪というのは墨汁だと考えます。ね、黒い墨ね。善っていうのを透明な水だと考えましょう。ね。普通は我々は全部悪もある。よって、水に墨汁を入れたような感じ。まあだからちょっとこう、薄い灰色の水になる。でもですよ、例えばその墨汁がコップ一杯だったとして、それを太平洋に放り込んだらどうなるんですか？太平洋真っ黒くならないでしょ。つまり膨大な善だったら、つまり相対的な意味で、悪なんて非常に小さなものだ。つまりその人の人生の中であまりその、つまり膨大な幸福感に包まれてたら、その苦しみそのものが、まあ小さくなるんだね。感覚的に。これは一つ。つまり、徹底的に善をなし続ける。で、もう一つの方法は、今度は心を変えるということです。つまり、悟ればいいと。と言っても大変なんだけど、つまり、これはね、これもよく聞いたことあると思うけど、お釈迦様の弟子でアングリーマーラという男がいた。このアングリーマーラという人は、お釈迦様に出会うまでに、まあ、伝説によると、999人殺人をしてたと。まあ、この理由はちょっと長くなるんで端折るけど、999人殺人をしてて、で、1000人目でお釈迦様に出会った。でもお釈迦様のことをどうしても殺せなくて、で、弟子入りしたんだけど、で、その後一生懸命信用して、ついに悟りを得たのね、アングリーマーラ。で、ここが問題なんだけど、アングリーマーラは悟った後、町の人々に、あいつはかつて人殺しだったと言われて、石とかはいつも投げられてた、投げつけられてた、で血だらけになってた。でそれはアングリーマーラがつまり修行を始める前に、多くの人を殺したカルマだって言われて、ここで問題があるよね。え、アングリーマーラ悟ったんじゃないですかと、悟ったのにまだカルマ帰ってくるんですかと。つまりカルマは悟ろうが何だろう帰ってくるんです。問題は悟ってるから苦しくないんです。現象としてそういうことが起きてくるけど、もう悟ってた場合は、その苦しみは苦しみではなくなっている。それも一つの方法だね。だから自分は過去いっぱい悪いことやっちゃいましたっていう人は、どちらかしかない。それを帳消しにするぐらいの超善を積むか、もしくは悟るか。もしくはもう覚悟を決めて苦しんでカルマ落とすか。だね。はい、でそれが、時間はどれぐらいかかろうとその法則性は変わりませんということですね。ここはね。
はい、じゃあ次、南さん次お願いします。その報いは私には来ないだろうと思って悪を好んずるな。水が一滴ずつ滴り落ちるならば、いつが目で満たされるものである。愚かな者は水を少しずつでも集めるように、悪を積むならばやがて災いに満たされる。その報いは私には来ないであろうと思って善を好んずるな。水が一滴ずつ滴り落ちるならば、水が目で満たされる。気をつけている人は水を少しずつで集めるように善を積むならば、やがては徳に満たされる。はい、これもね、さっきから言っていることの繰り返しですね。つまり一つ一つの悪とか一つ一つの善はまあ大したことないように見える。しかし問題は、怖いのはそれが積み重なるってことで、さっきから言ってるように習性があるから、特に悪っていうのは積み重なりやすいんだね。例えば一回悪口言っちゃいました、人を傷つけちゃいました、まあこれぐらいはそうでもないように見える。しかしそれをほっといたことによって自分の中にその悪の要素がどんどん増大していく。これが怖い。で、気づいた時には、つまり1回目は大したことないと思ってたけど、気づいた時には心の中が悪で膨大になってる、つまり苦しみのカルマで膨大になってるっていうこともあるわけだね。で、善も同じ、1回善をなした、でもまあこんなのそんな大したことないよなと思って善をやめてしまったら非常にもったいない。さっきから言ってるように善をなした、それをきっかけに次の善をなす、次の善をなすってことをやってれば、気づいた時には膨大な善の塊になってるっていうことだね。だからそれはそういう、なんていうかな、心構えで善をなし、悪を、なしちゃいけないということですね。はい。じゃあ次、チコさん読んでください。投稿する仲間が少ないのに、多くの財を運ばれるならぬ商人が、危険な道を避けるように、また行きたいと願う人は、毒を避けるように、人はムラムラな悪を避けよう。はい。これはまあ読んだ通りですね。つまり今ここで例え話が挙げられてるわけだけど、この例えにあるくらいに、つまり行きたいと願う人は毒を避ける、それは当たり前なんですよね。あの毒飲まないでしょ普通。愛とか言ってこうあのレストランで毒出されたら、それは絶対飲まないですよ。もうそれはなんていうかな、大前提でしょ我々にとって。あの例えば青汁飲みますかって言ったら、飲む人と飲まない人いるだろうけど、毒飲みますかって言ったら、まあ死にたいと思ってなければ普通飲まないでしょ。もう議論に余地がないよね。それと同じくらい悪を避けようと。じゃあ幸せになりたいんだったら悪を避けようと。じゃあそういうもう完全に公式なんです。行きたいんだったら毒を避ける。当たり前ですよねと。全くそれと同じで、幸せになりたいんだったら悪を避ける。それは当たり前だという話だね、ここはね。はい、じゃあ高橋君の次。もしも手に傷がないならば、その人は手で毒を取り去ることもできるであろう。傷のない人に毒は及ばない。悪をなさない人には悪の及ぶことがない。はい、これはさっき最初の方に出たその悪を繰り返すなっていうののまた別の表現ですね。つまり手に傷があることによって、そこによりこう毒がね、それその手で毒を触ってしまったら毒が回ってしまうけども、手に傷がない人っていうのは毒を その手で取り去ることができますよと。つまり一回悪をなしたことによって、その人がより悪を、まあ、連鎖的に積んでしまう、あるいは例えば悪に触れることによってよりその悪をなしやすくなってしまう、じゃなくて普段から徹底的に悪を滅する、そして善をなすと、悪を決してなさないって言ってる人がやってる人がいるとしたら、例えばそうですね、周りに悪をなしやすいような環境になってきたとしても、あるいは、周りに悪友がやってきたとしても、それに振り回されることなく自分をその悪の環境から、まあ、遠ざける、あるいはその周りの人も悪から遠ざけさせられるかもしれない。つまりね、問題は我々の中に修正の種みたいのがあるんだね。それが我々がその、何かのきっかけによってパーッと出てきてしまう。でもともとその習性みたいなのがなかったら当然出ないよね。これもちろん全部同じなんだけど、だから心の中にあるその習性みたいなものを徹底に沈めなきゃいけないんだね。それにはさっきも言ったけども、懺悔をしたりとか、あるいは、しっかりと自分の心を観察してね、
その悪い思いとかどんどん浄化していかなきゃいけないわけだけど、でもちろん新しい悪は決してなさない、こういうことを繰り返していったならば大丈夫なんだけど、つまり燃焼値だね。でもそうじゃなくて悪をほっといてると、日々適当に悪をなしで自分の中に眠ってる悪をほっといてると、何らかのきっかけが来た時にその悪がバーッと噴出してしまう。だからそれは気をつけなさいということですね。はい、じゃあ次、じゃあ柴浜さん次です。お金がない人、強くて金のない人を損なう者がいるならば、その災いは帰ってその浅はかな人に至る。風に逆らって細かい釘を投げるとその人に戻ってくるように。はい、はい、これもこのままですね。清らかな人、あるいは罪のない人を損なう人がいたならば、その災いは帰ってその浅はかな人に帰ると。もちろんこれは何ていうかな、方法論的な言い方ね。つまりその我々は決して人を傷つけてはいけない、人を害してはいけない。特に我々が例えば聖者とかあるいは清らかな人にその悪を向けた場合、それはこれちょっと話が広がるけど、これ前にも言ったけどね、お釈迦様とかお釈迦様の弟子のことをいろんな言い方するんだけど、一つはそのアラハントっていうのね。でこのアラハントってどういう存在かっていうと、直訳すると、供養するに値するものっていう意味なんです。供養ね、つまりそのアラハントって言われる存在に対してお布施をしたりとか、あるいは食べ物を供養したりとかするに値する人っていう意味です。でそれはどういう意味なのかというと、つまりアラハントって言われる聖者っていうのは、まず心がとても綺麗であると。でもう一つはとても光が強いです。つまりこれは透明で透明な鏡かつ超光が強い状態なんだね。つまりこれに対して供養するとそれは素晴らしいって言ってるのはどういうことかっていうと、ベースとしてはね、我々は誰に対しても布施をしたり供養したりするのは素晴らしいんですよ。特に相手が修行者とかだった場合、修行者にお布施をしたり供養したりするのはそれは素晴らしい、ね、でそれはもちろん、まあ打算的になっちゃうけども、その供養した分の徳みたいなのが自分に返ってきます、ね、で普通は普通にそのなんていうか反射するような感じで返ってくるんだけど、普通はね、ちょっとこれは分かりやすく言うけども、完全に悟ってない場合、その修行者にもなんかちょっと汚れがある場合ね、当然その汚れが一つのブロックみたいな形になって、でそのまあ何パーセントかの徳だけが自分に返ってくる。しかし完全に悟ってる場合、透明だから、まず透明だから全く汚れがない、その自分の徳がそのままストレートを返ってくる。しかも非常に光が強いので倍化された状態で返ってくる。つまりまあそれがたとえわずかな布施だったとしても、あるいはわずかな供養だったとしても、その布施の相手が大聖者だったとしたら膨大な徳として返ってくる。簡単に言うとね、つまり非常に倍化されてストレートに返ってくる。これがアラハントだと。はい、ここまで言ったら分かると思うけど、ということは悪も同じなんです。皆さんこういうの聞いたことあるよね。五逆の罪って聞いたことあるでしょ。その必ずそれを成したならば無限地獄って言われる最悪の地獄が落ちてしまいますよっていう罪が、まあ、5つあるわけだけど、まあその中にブッダをアラハンを殺すこと、今言ったアラハンと言われる聖者を殺すこと、アラハンを殺したら無限地獄ですよと。でもう一つはブッダの体を傷つけたら無限地獄ですよって言われて、これみんなえっと思わなかった。つまり何その不平等って感じでしょ。だってそこら辺の人を殺しては無限地獄じゃないのに、アラハン殺したら無限地獄ね、ブッダは殺すまでいかなくて傷つけなきゃ無限地獄だと。何その不平等っていう感じするけど、つまりそれは2つ意味がある。1つはもちろんね、現実的な意味、つまりアラハントがブッダっていうのはもし生きてたら多くの人に恩恵を与えると。それを殺しちゃうってことは多くの人に恩恵がいかなくなるわけだから、だから大悪もって1つ意味があるよね。
で、もう一つの意味は今言ったことで、つまり彼らは光が強いです。つまり善をなせば超返ってくると同じように、悪をちょっとやっちゃったら膨大に返ってくるのね。鏡のように。それは別にその聖者が意思してるわけじゃないよ。聖者がやられたと膨大に返ってやってるわけじゃないよ。自動的にも返ってるんだね。つまり透明で光の強い鏡だから。で、ブッダに至っては超もう大聖者だから、もう傷つけただけでもすごい無限地獄ぐらいのものと言って帰る。逆に言えばブッダに対する徳とか供養っていうのはもう膨大に帰ると。はい、ならここにも書いてあるように、聖者に対する、あるいは罪のない人に対する、悪っていうのはね、大きなものとしてその人に返ってきてしまいますよということですね。はい、じゃあひろこさん次読んでください。ある人々は人の腹に宿り、悪をなした者どもは地獄に落ち、行いの良い人々は天に赴き、汚れのない人々は完全なニルヴァーナに入る。はい、まあこれもカルマの法則の原則ね。はい、悪をなした人は地獄行きますよと、死んだ後ね。逆に善をなした人は天に行くと。で、その中間ね、中間ぐらいの人は人間になりますと。で、そうじゃなくて悪とか善を超えた、汚れを超えた人、つまり完全に清らかになった人、これはニルヴァーナに入る、つまり下脱の世界に入ると。これもね、有名な言葉で、お釈迦様の教えって何ですか？それは善をなせ、悪をなすな、そして心を清めなさいと。すごく単純化するとこれだけなの。善をなせ、悪をなすな、心を清めなさいと。善をなすことによって天に行きますと、あるいは生きているうちも幸福になりますと。悪をなすことによって不幸になります、そして地獄を落ちます。そして心を清らかにすることによって、その善悪の両方から離れ、下脱の世界に入りますよということだね。はい、じゃあ小田島さん次読んでください。コントローの中にいても、大会の中にいても、山の中の奥深いところに入っても、大都世界のどこにいても、悪霊から逃れることもできる場所はない。大空の中にいても、大海の中にいても、山の中の洞窟に入っても、大都世界のどこにいても、死の脅威のない場所はない。はい、これはわかりますね。つまり、悪霊から逃れられない。あるいはもちろん死からも逃れられない。ね、これはつまり悪霊って借金みたいなもんなわけだけど、つまり負債だね、悪霊ってのは。じゃあ負債は返さなきゃいけない。ただしですよ、現実世界における負債は逃げることもできるよね、最悪に。最後の手段として夜逃げとか。で、相手がヤクザだったとしても、まあうまくいけば国外逃亡とか。まあ、なんとか逃げ切ることも不可能ではない、ね、しかし悪語、悪いカルマっていうのはもう逃げるっていう発想自体がありえないんだね。不可能なんだね。それは物理的な問題じゃないから。あ、悪をやったったから海外逃亡とか言っちゃってる。海外とか関係ないから。場所の問題じゃないからね。ただし一つだけ逃げることがあるんです。まあ逃げるっていうかな、まあ逃げるだね。その逃げるっていうのは、つまり皆さんもよく知ってる、例えば占いであるとか、あるいは、お祓いであるとか、あるいは、まあ、そういうなんていうかな、まあ、魔術とかもそうだけど、いろんなことをやって、はい、今日は運が悪いから、こういうことすれば運が良くなりますよと。これはね、つまり一時的に逃げてるんです。しかしこれは完全には逃げられない。つまりそれは、一時的にちょっとこう、なんていうかな、まあ、つまりね、これは、例えで言うと、このカルマの法則、っていうのはもう超完璧な取り立て屋みたいなものです。超完璧なヤクザ、もう完璧っていうのは実際には完璧ってありえないけども、例えとしてね、完璧 100% 取り立てるヤクザですね。でもそういうヤクザがいたとしても一時的には逃げられるよね。ね、しかし逃げれば逃げるほど、例えば利子も溜まっていく、あるいはヤクザで怒りを増していく。で、最後には絶対捕まるんです。で、我々が普段やってる、例えば、あ、今日は運が悪いからこういうことやりましょう、
それはそれと同じ、つまり一時的にちょっとこう逃げてるだけなんです。その間にどんどん苦しみのストックが溜まっていきます。で、後が怖いね。だからこれはいつも言ってるけども、皆さんはあまりそういうのは実はやらない方がいいんだね。あのこういうふうにやると、幸福になりますよとか、あれそういう表面的なね、あれお祓いとかもそうだけど、あのそれは一時的に運気を変えることによって確かに幸福になります。でもこれは怖いのは分かるでしょ。本当は不幸な時期だったのに幸福になったってことは、悪はストックされて、逆に本当はストックされたはずの善言が漏れてるってことです。ということは将来どうなりますか。幸福の要素は減り、悪の要素は増えるってこと。我々は逆でなきゃいけない。極端なのするとね。つまり、できるだけ喜びは避け。できるだけ積極的に苦しみ。ね、こういうこと言うと、っていう人いるかもしれないけど、あの、私が皆さんに出すアドバイスとしては、皆さんがヨガとか仏教とか、そういう修行の世界に興味があるうちに、できるだけ苦しんでください。なぜかっていうと、苦しめはいいってもんじゃないんだね。それ分かるでしょ。苦しめば救われるわけだね。なぜかっていうと、普通はですよ、苦しむことによって普通はより悪運は増します。どういうことかっていうと、私は過去に悪口をバーッと人に言ってきた。それによって帰ってきてみんなからわーって言われる。どうなりますか。普通そこで心はねじくれてまた言い返すよね。あるいは恨みがより増して、より今度は悪口じゃなくて相手を殴るとか、より大きな悪語になるかもしれない。つまり普通は悪が悪を生むんです。さっき言ったこと矛盾するけどね。つまり普通は悪をなした帰ってきた終わりですじゃなくて終わらないんです。あの耐えれば終わるんだけど、普通耐えるって発想がないから、そこでまたさらなる悪をなしてしまう。これで悪と悪がどんどん連鎖する。しかし修行とか仏教とかヨガとかに出会ってる時っていうのは、当然カルマの法則を学び、いやどんなことでも相手を恨んじゃいけないとかね、いろいろ学んでるから、悪をなし苦しみがやってきて、そこで消えていくんです、この時期っていうのは。だから今の時期にできるだけ苦しんでいてもいい。それで徹底的にその悪を浄化する。そしてまあ逆に無理にね、こう無理に幸福をストップする人だけど、あ、意識的にあまり幸福は求めない。自然にやってくる幸福はいいよ。自然になんかいろいろやってきて、それをああ来んな来んなって言うのは、それはもうあまりにも固くなんだけど、自然に来たのはいいでしょうと。でも自分ではあまりこう求めないね。こういう言い方をしてたら、その人は自然にいつの間にか自分の中に苦の要素が減り、幸福の要素が増える。ということはさっきも言ったように、現実的にあまり目に見える何かなかったとしても、その人は幸福です。じゃあ心の中にその情報がいっぱいあるから、なんかいつも幸せなんですと。え、なんかあったんですか。いや何もないですよと。何もないけどももう幸せでいっぱいだと。なんか不安になったりしないんですか。え、何もないですよと。そういう人になるんだね。この間もちょっと前に講習会である地方の人とちょっと話した時に、その人が、先生は最近不況ですけど将来不安になったりしないんですか。え、私がそう言われたら私はびっくりして、え、そんな発想全然なかった。だってヨガ教室も今不況でしょうと。いや確かにヨガ教室どんどん潰れてるって話が、え、将来これからどうやってくれてるんですか。いや確かに帰らすと経済状態もそんなにいいわけじゃない。トントンっていうか、まあ奇跡的に。これは本当そうなんですよ。あれなんか非常に適当にこう帳簿とかつけてるわけだけど、え、これでなんでやってきてるんだっていうか、奇跡的にこうやってきてで、だからその将来だってもし考えたらありえないぐらいのこうなんていうかな、否定要素しかないわけだけど、でも不安になったことは、いやお任せだと、神が導いてくれるだろうと。でその人と話した時に、え、でもそのままいたら潰れる可能性もありますよねと、路頭を迷うかも可能性もありますよねと。でそう言われて、いやそれはそれでいいんじゃないですかと。別に、ま、真顔で私も答えたわけだけど、え、別にそれはそれなんかいいですよと。そしたら その人驚いてたんだけど、つまりそのなんていうかな、思想とか考え方以前に
心のベースとして心の中でその悪運が多いとやっぱり不安になってるとか、あるいはその苦を感じたりっていうのが多いんだね、非常にね。じゃなくて徳のストックがたくさんあると、現実的にどうかは別にして、そのような不安要素は非常に少なくなります。安心感が出てくる。でそれがまあ皆さんの得る利益だね。そのなんていうかな、苦から逃げないことによる将来的な利益です。だからもう一回言うけども、できるだけ苦しみから逃げない。まあさっきちょっと言い過ぎたけど、そうですね、勇気のある人は苦しみ、できるだけ苦しんでください。でもそこまでいかなくてもいい。自ら苦しみを追い求めなくてもいいけども、自然にやってきた苦しみから逃げない、最低限ね。それをいろんな、なんか最近苦しいからって言ってお祓いに行くとかね、あるいはなんか占いの本とか見て、最近苦しいから緑の帽子かぶってるんです。え、何ですかそれ、風水ですそれ。そういうのは決してやらない。ね、それは逆にマイナスです。一時的にその止めてるだけになっちゃうから。なんせ自然に来たものは受け入れると、でそれを乗り越える、で全て感謝して、なんていうかな、まあこの辺はだから入菩提行論とかしっかり読んだりして、ね、その苦しみに対する考え方を学んで、全て受け入れてそれを乗り越えると、それが一番いいね。はい、まあとにかく戻るけど、どこに行っても我々は苦から逃れられませんと。一時的に逃れられたと思っても、それはただストックされてるだけですということですね。はい、でもちろん死も同じだね。これもいつも言うようにね、歴史上死ななかった人っていないよね。死ななかった人がいるんだったらちょっと考えを変えてもいいね。ほとんどの人は死ぬと。しかし徳川三代将軍の家光公は死ななかったとね。あるいはペルーは死ななかったとね。ねワシントンってまだ生きてるんですが、そのつまりそういうなんていうかな、例があるんだったら別です。しかし歴史上死ななかった人はいないんです。これはすごい事実なんだね。うん、つまり生まれたら必ず死ぬ、それは当たり前なんですよって。でそれも我々はちゃんとなんていうかな、自分に言い聞かせなきゃ、人は死ぬんだよと。でそれはさっき高橋君も言ったように、しかもいつ死が来るか分からない。よってのほほんとこうなんていうかな、あまり考えずに日々を過ごすんじゃなくて、一日一日を大事にしてね。もちろんそのどういうふうに大事に生きるかっていうのはそれぞれの考え方があるでしょうから、もしその修行を真剣に頑張りたいっていう人は、もう一日一日を大事にして自分をしっかり変えていくと。あるいはまあそこまでまだ考えてないと、しかしまあ少しは正しく生きたいと思ってる人は、まあその人もそういう発想でね、一日一日が本当にまあなんていうかな、今夜人生が終わってしまうかもしれないんだと、そういうまず発想をベースに置いて、その上でじゃあ今日どういう生き方をしようかって考えたり、これはとても大事なところですね。まあ昔から仏教ではよくその一日一生っていうのね、一日一生、つまり今言ったように 一日で一生が終わるぐらいの気持ちで生きなさいと。つまり例えばがんの宣告とか、まあ、あるいは何かの宣告をされて今夜で終わりますよと、今夜の人生終わりと、これをなんていうかな、発想のベースにおいて、つまり後悔しない生き方だ、ね、今夜死んでも OK ぐらいの生き方、我々は普通そう考えてない。だから普通はこういう生き方は悪いとは分かってるけど、今日ぐらいはいいだろう、今日ぐらいはいいだろうの積み重ねて365日が過ぎてくる。で振り返るとあれ365日やっちゃったとね、悪いことやって生きちゃったと、じゃなくて今日で終わりだと、今日しかないと、明日のことは考えない。だって明日になったら明日は今度は今日になるわけだから、明日のことなんて考えてもしょうがないんだね。ただ今日だけを見つめる、 100% 今日できることをやりましょうと、明日のことは明日考えましょうと。明日は明日の風が吹くってよく言うけども、それは一般的にはあんまり良くない言葉なんだけど、もうちょっとこれを肯定的に考えるととてもいい言葉だね。明日は明日の風が吹く、つまり今日に全力を尽くすと。そしたら明日は今日全力を尽くした結果による明日がやってくる。それがまた新たな今日としてやってくる。そういう生き方をすべきだね。だから修行者ってね、これはラーマクリシュナの弟子たちもそういうこと、ビベーカーナンダとかもよく言ってるけど、
あのちょっと誤解を恐れずに言えば計画をしちゃいけない、ね、あの計画すべきことはしなきゃいけないよ。あの便宜上計画しなきゃいけないっていうことあるけども、なんていうかな、感情的にっていうかな、精神的には計画をしない。明日こうなるんじゃないかな、明日こうかなって計画をしない。ただ神のお示しのままに今日与えられたこの人生をね 100% 正しく生きると、この繰り返しなんだね。計画とかあと将来を考え出すと、さっきの不況の話じゃないけども、あの否定的な人は不安でいっぱいになる。あれちょっと肯定的にすると逆に意味のない期待でいっぱいになる。明日はこういうことがあって、明後日はこういうことがあってっていうことを毎日考えてる。あれあなた今日のこと考えたことないんですかとそうしたらいつも未来の中にいるんだ。で一方の人は逆に過去のことばっか考えてる人もいる。昨日こんなことがあって、 あんなことがあってじゃなくて、今この瞬間にあなたは生きてるんだろうと。これは前も言ったけど、非常に不思議な話なんだけど、今この瞬間地球上70億人がいるけども、今生きてる人ってほとんどいないんです。これ変な話だよね。地球上で今何人生きてますか？あ、ほとんどゼロです。え、どういうことですか？ほとんどの人は明日か昨日に生きてる今日今生きてる地球人ってほとんどいない。ほとんどの人はちょっと妄想してるか、ちょっと過去を後悔したり、あるいは思い出に浸ってるからね。だからそうじゃなくて、今この目の前に与えられた今日、まあこの種の話っていうのは何度もしてるわけだけど、あのもう一回言うとね、例えば高橋くんがね、まあ高橋くんはデートしないだろうけど、まあ例えとして、ね、すごくこう可愛い女の子と明日デートする約束をしたとね。そしてずっと明日のことを考えた。明日こういうとこ行って、こういうの食べて、でこういう楽しいのが待ってる、と今日一日中考えたとするよ。でまあ明日デート行くとしましょう。それはまあいいんだけど、でも高橋くんがその明日の喜びのために今日一日をつまり捨ててるんだ。え、何やってんのいや明日はそれはデートがあるから、それはいいでしょ。何今日この非常に貴重な24時間を捨ててんのと。じゃあ今日あなた行きましたかと。今日1日目1秒も生きてないでしょと。ずーっと明日の中に埋没する。じゃなくて、我々がパッとこう、過去にも未来にもとらわれず、目の前をパッと見た時には、非常に新鮮な、クリアな、生き生きとした瞬間が、瞬間瞬間目の前に現れてるんです。ね。じゃなくて、我々が明日を思うっていうのはちょうどそうですね。まだ未熟な、まだ熟れてない果物や野菜を食べているのもです。逆に過去に思いを馳せるっていうのはもう腐ったものを食ってるのもです。本当にこれはそうなんだよ。我々は妄想によってそれをいいものだと勘違いするだけなんだね。それもう腐ったものを食って美味しい美味しいって思い込んでる。あるいはまだ未熟なものを食っちゃって、本当は酸っぱいんだけど、あ、うまいうまいって思い込んでる。じゃなくて、それしてろと。それまだ未熟だと。それ腐ってると。目の前にあるじゃないかと。ちょうど売れた新鮮なものがあるじゃないかと。何捨ててんだと。でもほとんどの人は、それはなんか目をそらすんだね。目をそらして、腐ったものとか未熟なものばっかり取ってる。で、概念的に俺は楽しいと思った。でもそれは真の喜びだね。真の喜びは目の前でしかないんだね。で、その目の前の中で没入する。それが表面的に苦しく見えようが、楽しく見えようが関係ない。目の前に現れてやるべきことに没入する。これはカルマヨガ的生き方。この生き方にもし私たちが慣れたら、慣れるってな、慣れるっていう。あの、その生き方が最初は慣れてないんだけど、それに慣れたら、我々は非常に幸せになります。今、皆さんこういう話してもピンとこないかもしれない。それは慣れてないんです。つまり過去や未来を見ることの方に慣れすぎてる。それをしないっていうことにあまり慣れてないんです。だから皆さん今日からでもその練習をしてみてください。今この瞬間、あるいは今日一日でも、に意識を集中する。将来のこと、そのこと考えない。過去のこと、そのこと考えない。だっていつも言うけどさ、過去って全部妄想かもしれないよ。未来だって全て、今イメージしてることは全て何もないかもしれない。全く違う未来が来るかもしれない。
全く違う未来が来るとしたら時間の無駄だよね、その妄想あれは過去のことだって全て実はイメージが作り上げた幻影かもしれない。しかし今この目の前に現れてるのは少なくとも今の自分にとってはリアルだと。でここだけに意識を集中するんだねはい、じゃあここまで何か質問とある人いますか。はい、最近あの精神世界系の人とやり取りしててよくあるのが、輪廻の話ってあんまり精神世界で出なくて、輪廻の厳しさとかバルトの怖さとかあんまり語られてなくて、で僕はそういう話してると、いやそうじゃないんだよって、そんな頭のこと考えないで今ここにあるその価値あるものを探そうみたいなことを言ってくる人が結構いて、でなんかまあ僕どう切り返していいのかなといつも思うんですけど、確かにそれはそれになってるじゃないですか、その今のこの価値を噛みしめろっていうのはそれはそれで正しいって思うんですけど、どう切り返したいのかなって。いやそれはさ、切り返すのはちょっと難しいかもしれないけど、つまりそれも今の例を挙げても分かるようにね、そのだから現代の精神世界、あれ現代の仏教が好きな人たちっていうのはまさにそういう感じで、あの問題を履き違えてるんだね。問題を履き違えてるっていうのは、あの、我々はね、つまり輪廻は考えなきゃいけないです。あるいはカルマの法則は考えなきゃいけないです。カルマの法則を考えるとどういうことかというと、さっきから言ってるように、あの 徳を積んだら、将来幸福になりますよ、悪をなしたら将来不幸になりますよっていう話をさっきからしてるよね。ということはこれは当然未来のことを考えてるわけでしょ。今やることによって未来こうなりますよってことを考えてるわけだよね。あるいはこういうことをやったら地獄落ちますよとか、それは考えなきゃいけないんです。なぜかというとそれがあの法則性だから。我々はまず第一段階でそれを知らないんです。つまり普通は、人を例えば騙したり人を陥れても将来自分がそういう目に遭うっていう発想は普通はない。まあそれがあの法律に反してたら将来捕まっちゃうとかそれぐらいはあるかもしれないけど、普通はないよね。あるいは地獄とか天国とかいう発想も普通はない。しかしまず現実としてそういう発想があるんですよと。それはなんていうかちゃんと我々は理解 しあの体得しなきゃいけない。でそれとあの今この瞬間に集中していきましょうっていうのはまたなんていうかな、別次元の話なんだ。しかしそれがごっちゃんされてしまう。でまさに今トヨシ君が言ったように、あのいや来世のこととかね考えないで今この瞬間、まあ、楽しければいいじゃないですかと。そういうなんか、つまりこれがいわゆるそのなんていうかな、法をねじ曲げるってパターンだね。つまり言葉上は言ってることに似てるんだけどちょっとなんか違ってくる。あの前から言ってるけどさ、我々が本当に教え、仏教とかヨガの教えを理解するには二つ必要なものがあります。一つはまあある程度の知性、ここで言う知性っていうのは頭の良さじゃなくて真理をこう掴む知性だね。もう一つは誠実さです。でこの後者、誠実さの方が大事です。なぜかというとエゴっていうのは巧妙だから。これは前から言ってるけど仏教の教えって膨大にあるから、もし自分の都合のいい方に理論を組み立てようと思ったらどうにでも組み立てられます。例えばいやこの経典にこう書いててこうだからこうなんですよって組み立てられる。ちょっと頭がくる。でも誠実であれば、そして直感的な知性があればそうじゃないっていうのが分かる。いやそれはそういう意味じゃないんだと、ここで言わんとしてるのはこういうことなんだって分かる。そうすると、もう一回言うけどね、カルマの法則ってのはしっかり大事にしなきゃいけない。そして我々は天に、まあ天っていうかな、最低限悪手に落ちないよ、地獄とか落ちないよ、税をなし、悪をなさないっていう生き方をしなきゃいけない。っていうのはもう当たり前のこととして我々は認識し、そしてその上で今この瞬間を全力で生きる。あのさ、つまり今この瞬間を全力で生きるっていうのはどう全力で生きるんですか？それは全力で税をなすということです。なんで全力で税をなすんですか？それは善によって我々は幸福になるからです。こういう法則性がある。だからそれ辺をこうなんていうかな、あのごちゃごちゃにして、で私がさっき最初の方に言ったようにね、つまりなんか魔の働きっていうか陰謀があるんじゃないかって言ったのは、そういう感じで全てごちゃごちゃにされて
結果的に我々が悪い方向に行くようにできてる。例えばですね、さっき言ったありのままに生きる、実はね、ありのままに生きるって大事なことなんです。しかし意味が違うからね。ありのままっていうのは本当に心の本性から溢れる、つまり我々の中に眠ってるその聖なる心の働きってあるんだね。例えばパーって我々の心が開いた時って自然に本当に人に優しくしてあげたくなる時がある。これがありのままに生きるってことです。じゃなくてムカムカしてきたからありのままに怒るってのは、それはありのままに生きてるって言われるんです。これが違うんだけど、でも言葉上は似てるでしょ。あ、だってわしもよくいろいろ見かけたけど、そういう書き込みとかね、怒りがあるんだったらもうバーッて吐き出しなさいよと、ありのままにそれはありのままじゃないよとその怒りの修正っていうのはありのままのもんじゃないんだ、その人がね。それはダメなんです。でそこら辺が履き違えられてる。だ全部そうなのね。だそれがちょっと現代 の精神世界とか仏教とかの混沌としてるところ、ね、だそれは何ていうか、その表面的にその場面でどう切り返したらいいかはよく分かんないけどトレシック自体がその辺はちゃんとこう自分の中で整理できたらいいと思うね。本当にね、恐ろしいことに現代ではその確かにインターネットもそうなんだけど、仏教徒と自称してる人ですら多くの人は輪廻を認めないんだね。それは非常に何ていうかな、まあ末法というかやっぱりね、うん、お釈迦様は少なくとも輪廻転生を大前提として話してる。あるいはもちろん修行すれば瞑想修行とかでその輪廻の片鱗みたいなのはやっぱり経験できる。でもみんな修行しない。そしてお釈迦様が言ってることを無視してる。でなんか現代的なちょっとこうかっこつけた知性的な言い回しをして、いやあれは実在しませんと、いろいろこうなんていうか本当は全然知性のない利己的知性だねを組み立てて、まあなんか知性があるようなこう感じになってる。だからとてもなんていうかやっぱ悪い時代だと思うよね。だってあまり例えばね、仏教とか詳しくない人がそういう仏教のそういうインターネットとか見に行った時に、なんか仏教徒の人たちもみんな輪廻って本当はないんですよと書いてある。あ、そうなんだ、仏教ってそう教えなんだって思っちゃうよ、ね、だからそういうような時代になってきて、その精神世界もそうだけどね、ケースバイケースでもちろん今は頑張んなくていいですよ。今はちょっとそのままちょっとこう休みましょうね、そういう時もあるかもしれない。でもそれ一般論として出してしまったらそれはダメだよね。ベースはやはり我々は精進しなきゃいけない、励まなきゃいけない。励むっていうことと無理に頑張るってまた違うから苦行と努力はまた違うから、つまり我々は努力しなきゃいけないんです。全力で何だってそうでしょ。スポーツだって趣味だって、例えばさ、オリンピックに出たいんだったらもう血の滲むような努力が必要じゃないですか。頑張んなくていいですよ、先生って言ってないよ先生、僕はレスリングで3秒になりたいんです。今1日3時間ぐらい練習してるんですけど足りないと思うんですけど。いや、頑張んなくていいとできないよね。しかしその血の滲むような努力をして得るものっていうのは、はっきりとそんなに大きなもんじゃない。たかだか名誉、たかだかお金、たかだか、まあ、満足感だね。でもそうじゃなくて、我々が修行であるとか、あるいは正しい生き方をして得るものってとても膨大なものがある。それはさっきも言った、本当に壊れない幸せであるとか、悟りであるとか。でそれを得るためにっていうかな、それはもちろん修行してる人だけじゃなくてね、人間の生き方として、そのような本質的な幸福を求めるために、徹底的に悪を滅する。徹底に自分の心を浄化するためにもう死に物狂いの努力をするのは当たり前なんだね。それはもうベースなんです。しかしその中で今はちょっとかなり心が疲弊してるから、ちょっとこう休憩しましょうかとかね、そういう時期があるかもしれない。でもベースとしては我々は本当死に物狂いで励まなきゃいけない。だからそういうなんていうかな、多くの、教えがね、いろいろねじ曲げられてたり、あるいはそのひっくり返ってたり
するのが現代なんで、皆さんもできるだけそれは気をつけて、そういう本とか読んだりね、まああんまり変なの読まないのが一番いいわけだけど、そういうその頭を持って、ね、しっかりと理解したらいいと思います。まあだからいつも何度も言うように正しい教学がとても大事ですね。普段からしっかりとその正しい経典とか教えをしっかり学ぶと。でそれでまず自分の中の見解というか、それをまあ正しく固めると。でその上でもちろん一番いいのは修行をしっかり進めて、瞑想修行とかを進めて、その自分の実体験としてその世界観であるとか、あるいはカルマの法則であるとか、あるいはそのまあ様々な教えをまあ経験するというか悟るというか、それが一番いいですね。はい、他何かありますか。今日は一応これでちょっと9章で終わりにして、10章はまたね次回以降にして、最後に質問があったら聞いて終わりにしましょう。はい、全体的に特に質問とかないかな。はい、じゃあ特になかったら最後にまた「あ」っていうのを3回一緒に唱えて終わりましょう。はい、はー。